しました、はい、ボートレーサー水島誠選手にお越しいただきました。今日はトークショーとそしてこのスタジオと本当にお疲れ様です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、ボートレーサーということで本当に人気レーサー、まず画面越しにファンの方に一言お願いできますか。はい、明けましておめでとうございます今年を1年よろしくお願いします。まあ、オートレーサーの中にもやはり宇津島選手の大ファンという選手が随分いらっしゃるんですが、交流っていうのはあるんですか。そうですね、伊勢崎の、まあ、方中心なんですけれども、ちょこちょこロッカーの方にも伺ったことあるので。あ、そうですか、はい。ということはもうこのオートレースはしっかりとご覧いただいているということで、はい、はい、今日も買わせていただいてます。そうですか、はい、成績ははい、惨敗です。あれはい、逆にオートレーサーの選手、まあ、レーサーが、はい、ボートレースの、はい、たくさん買う方も随分いらっしゃるようですが。そうですね、地元の桐生に来ていただいて、はい、結構ね買ってくださってるそうで、はい、ありがたいです。ということで、まあ、このオートレースはある程度、はい、この伊勢崎にロッカー所在地があって所属というような形なんですが、はい、ボートレースはちょっと違うんですか。そうですね、まあ、ボートは基本的に、まあ、伊勢崎だったら伊勢崎、まあ、群馬に住んでる人が、はい、まあ、群馬支部、僕は桐生なので、はい、まあ、桐生所属で、まあ、群馬支部という形ですね、住んでるところですね大体。あ、そういうことなんですか、はい。そしてやはりそういったグループがあって、はいはい、宇津島選手は師匠は、はい、江口昭雄さんなんですけれども、はい、強い選手ですね。すごい強い方で、はい、何かこう厳しい指導みたいなのはあったんですか。そうですね、まあ、なんですかね、仕事のことに関してもそうですし、まあ、私生活のこともかなり見ていただいて、まあ、師匠なかったら僕は育たなかったんだろうなと思ってますね、はい。やはりこの伊勢崎のオートレースも、はい、師弟関係というのは非常に強いつながりがありますが、はい、ボートレースでもそうなんですね、はい、かなり大事だと思いますね、つく先輩によっては、ね、仕事の面でもそうですし、私生活でも、まあ、お世話になる方多すぎるので、ね、いいことも悪いこともあると思うんですけど、はい、以前なんかペラ仲間ですみたいなのを聞いたことあるんですが、はい、そういうのがあるんですか。もともとプロペラっていうのを、自分で制作していたので、はい、まあ、それを教えていただくのも、うん、まあ、師匠だったり、その周りのグループを作って仲間内で先輩に教わるっていうのが多かったんですけど、はい、今もそういうのが、まあ、今もその継続はしてるんですけれども、はい、プロペラを今は作らなくなって。あ、そうなんですね、はい、決められたモーターに一つついてるっていう形で、レース上でその場で調整するんですけれども。そうするとオートレースの場合はもうバイク一から全て自分で整備して、はい、ご自分で買ってという形になるんですが、はい、ボートレースの場合はそのあたりが少し違うわけですね。ボートはそうですね、まあ、モーターもボートも、ガラガラですね、商店街のガラガラ、それで抽選をして福引きみたいな、はい、何番っていう玉が出て、それの番号のモーターを、6日間とか5日間4日間、はい、お借りする形で、それをだから一節自分で整備をするんですけれども、まあ、自腹でないのでそういう部分ではかなり恵まれてますね。ですよね、はい、そうですね。ただその抽選によっては当たり外れがあるので、まあ、いい、エンジンとかね、そういうのに当たればかなりいいんですけれども、ただそうするとオートレーサーの場合すごく、はい、経費がかかるんですが、そのあたりは賞金まるまる自分のものを、いや、やっぱりそれもそのプロペラを、なんですかね、叩くための、型ですね、型を作ったりとか、まあ、そういうのに、結構お金かかるので経費はそこそこありますね。いや、でも、はい、宇津島選手は SG も取ってらっしゃいますし、はい、G1 も数多く取ってます、もちろん G2 も取っていらっしゃいますので、まあ、今回はこの伊勢崎シルクカップが G1 戦ですが、はい、やはりグレードレースになると気持ちとかも違うんですか。いや、まあ、いっそいっそはもう変わらないんですけれども、ただ相手がやっぱり強くなるので、いかにこう相手の隙をつくかっていうところはどんどん難しくなりますね、はい。そして桐生のご出身ということで、はいはい、まあ、ボートレースをこう目指したきっかけっていうのはどういうんですか。もともと音が本当聞こえるぐらい近所だったので、競艇場の、そうですね、レース場ので、まあ、お父さんが
行くのにちょっとついていって、でその競技としては知ってたんですけれども、まあ、たまたまその高校生の頃に進路どうしようかなって悩んでる時に、はい、あのまあ、先輩選手に会って、まあ、選手っていう道があるっていうのを知って、うん、でなることになったんですけれども、はい、ということはもしかして、はい、宇津島選手がこの伊崎オートの近くにお住まいであれば、はいはい、オートレーサーになっていた可能性も、もしかしたらあるかもわからないですけど、あのオートの方もあの何度か来てたので、はい、あのオートも知ってましたし、そうですか、はい、ただね地元が桐生だったので、まあ、そっちにも行ってしまったんですけれども、はい、そういった中で選手生活での思い出のレースっていうのは、はい、そうですね、やっぱり SG 勝った時っていうのは一番思い出かもしれないですね、はい、厳しい中にもやはりこの SG 制覇というのは違うんでしょうね。いや違いますね、別格ですね、はい、まあ、あのオートレースも、しっかりといつも来てくだ、はい、まあ、何回かいつもというと怒られちゃうから、何回か来てくださっていますけれども、はい、魅力って何ですか。そうですね、音と、まあ、スピードと、はい、で僕バイクも少し乗るんですけれども、あ、そうですか、あの、はい、あのハーレー乗ってるんですけど、すごい、だからバイクのね、はい、操縦の難しさも知ってるので、それがねやっぱりすごいですよね、はい、今日は何かあのイベント、ちびっこのイベントにも参加してくださったと、はい、ね、いう話でしたが、はい、青木春近さんのお兄さんの信厚さんがされてるあのキッズバイク、はい、そちらの方にちょっと息子と参加させていただいて。そうですか、はい、どうですか息子さん、ずいぶん喜んでらっしゃる。そうですね、もう来る前からすごく楽しみにしていて、はい、で子供たちがねみんなあのすごい笑顔で乗って、はい、楽しかったって言ってる姿がね、うん、あのいいですね、やっぱり夢があって。だってこの12レース8号車の鈴木圭一郎選手は、はい、そのポケバイ出身ですからね。あ、そうなんですね、はい、まあ、そしてこのオートレーサーで今あの圭一郎選手22歳、はい、3歳になったのかな、2歳かな、若いのにすごいですよね。そう、はい、すごいんですよ、こんなに稼いでどうするんですかね若いうちから。まあ、稼ぐといえば宇津島選手もすごいんですが、はい、ということでこの12レースも車券買っていただいてるんですが、はいはい、ですね、ちょっと教えていただけますか、はい、ね、時間の都合で、はい、ちょっと少なかったんですけど、まあ、838487、はいはいはい、に1万円ずつ、お、はい、もう財布の中が空です。いやいや、はい、8384877、はい、に、やはり大きいですね、1万円ずつ、もう最後なんで、しかもこれ2連単 で, す単ですね、はい、2連単はこのレース、はい、払い戻し率が 80% ビッグレース80プラスですから、はい、すごくいいですよ、ね、当たりますよ、ね、はい、よろしくお願いします。そしてあの宇津島選手、この後の予定を教えていただけますか。はい、そうですね、13日から、大阪の住之江ボートレース場で、走らせていただいて、2月でも今度地元の、桐生で、関東地区選手権、はい、関東の、A1 選手、一番上のクラスの選手だけの、うん、選手権があるので、はい、地元にも帰ってきますのでぜひ来てください。それが G1 戦で2月12日からということですね、はい、では最後にファンの皆さんにも一言お願いいたします。はい、オートもオボートも、これからもよろしくお願いします。お互いに盛り上げていきたいと思います。そうですね、盛り上がっていきたいですね、はい、宇津島選手、はい、またぜひあのお仕事以外でもお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでイケメンでかなりドキドキしながらお話しさせていただきましたけれども、宇津島選手にお話を伺いました。車券の方もたくさん買っていただきました。本当にありがとうございます。オートレーサーの中にもお友達がいらっしゃるようですから、そういった交流で、ボートレース、オートレース盛り上げてというそんなお話もあるようです。本当にありがたいです。ありがとうございました。これからも頑張っていただきたいです。